こんにちは。今日の切り抜きニュースは、ガーシーの裁判がもう明後日に迫っているということで、ここがどうっていうよりも、まあ全体をちょっとまず話した上で、ちょっと裁判がどんな感じになっていくのかな、そして今後どうなるのかなっていうのを話していきたいんですが、まずガーシーが登場したのが去年の2月ですよね。いろんな芸能人の暴露をしてですね、特に綾野剛さんですね、綾野剛の暴露をしてですね、これはもうほぼ事実なんですよね。でもそれをテレビ局が取り上げなかった、ほぼ犯罪に近いというか、まあバレてないっていうか、まあ時効とかあるんです。まあとにかくまあ普通は騒がなきゃいけないものが、芸能界の事務所の問題なのか、テレビ局の問題なのか、隠蔽された。だから僕はガーシーに選挙出ようよ。もっと影響力つけるために、借金もあるんだから選挙出ようよって誘って、で、7月に多くの皆さんに投票いただいて、ガーシーが当選したと。ガーシーの周りの人っていうのは、確かに怪しい人がいっぱいいます。ガーシー自身もね、そういう、俺は綺麗な体じゃないっていうかね。そういうことをガーシーはもともと言ってないじゃないですか。悪にしか裁けない悪があるっていうようなことを言ってたと思うんですけど、僕は最初からガーシーのそういうところを買ってスカウトしてるわけですよね。で、ガーシーがその芸能界、特にジャニーズの問題も出したことによってですね、これがやっと弾けてですね、今ジャニーズ大変なことになってますよね。で、こうテレビ局もジャニーズと共犯なので、大変なことになってます。だからどん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 ね、このガーシーが出てきたこと、それを多くの国民が関心を持ったことで、ガーシーに投票してくれた人がいてですね、この国の腐り切ったそのテレビ局の裏側とか芸能界の裏側がだん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 こう剥がれてきてるわけですね。場合によっては警察にも問題があるんじゃないかと。で、今文春が追いかけてる木原誠二官房副長官、まあ官房副長官から降りましたけどね、まあこういう警察の問題までですね、ガーシーは掘り下げてる中、あさって裁判が行われるという今見込みになってます。ゴミとか、そういう状態ですね。で、まあ、裁判に関しては、綾野剛の部分に実は僕は否認すると思うんですよ。これに関しては。で、あと、ジュエリーデザイナーと、ドワンゴの川上さんについては、これはもう認めると。だから、一部否認になると思うんですね。で、一部否認になると、まあ、そこが、まあ、パラソイになると、裁判は長くなるんじゃないかと思ってます。で、ただその常習的脅迫っていうのが、この3つ訴えられるうちの1つが無罪になると、そうすると常習性もなくなるので、この無罪を取ればこの2つはどんなに強くても懲役3年なんですよね。脅迫がマックス2年で、あと証人威迫が1年なんで、併合しても3年と。だから無罪になることはまずないでしょうし、弁護側も無罪にしようと思ってるわけじゃないと。一部、三つあるうちの一つの事件を無罪にすることによって、執行猶予で、ガーシーが刑務所に行かなくていいという形を多分弁護団は狙ってるんじゃないかなと思ってます。僕は弁護団とはそういう話は一切してません、ちなみに。ただまあ、検察は三つの罪で起訴しているので、これなかなか無罪に、一部でも無罪にするっていうのは至難の業だと思います。ただ、仮にそれが有罪になったとしても、そんなに長いこと刑務所にいないのかなと思ってます。2年3年で僕は出てこれると思っていてですね、次の参議院選挙間に合わないかなぐらいの感じで見てます。で、やっぱガーシーのやったことっていうのは、このいわゆる暴露という名の内部告発なんですよ。テレビ局の裏側、ジャニーズ事務所の裏側、こういったことをですね、もちろんね、悪いことしてお金を稼いでる人たちと彼はまあ一緒に組んでやってた可能性は高いですよ。だから今回そことの縁を切ってですね、ガーシーの、まあ、持っている情報とか人脈っていうのはこれから十分活かせると思いますので、あのままドバイに行ったよりも僕は日本に戻ってきてですね、よかったと思います。これでしっかりと裁判戦って、償うべき罪があれば償ってですね、再出発をすることがベストだと思っています。だから僕は時間をかけてですね、ガーシーを、まあ、説得するっていうか、ガーシーのやってくれたことがどれだけすごかったことか、そしてこれからもガーシーの力が必要であるということをしっかりと説明していこうと思っています。ただ、今はもうガーシーはできるだけ罪を軽くしたい。できれば執行猶予を取ろうとしていると思いますので、それはそれでもちろん全力で応援していきたいですし、ガーシーのやったことが、去年だけでね、こう、一時のガーシーブームみたいなので終わるわけじゃなくて、まさにジャニーズ問題で、まあ、
バレたというかね、明らかになったように、この国のテレビ局は腐ってますよ。事実を隠すね。昨年私がテレビ朝日の報道ステーションで言った通り、テレビは核兵器に勝る武器、テレビは国民を洗脳する装置、テレビは真実を隠す、ね、言った通りでしょ。テレビが正しい、テレビの言うことが正しいって洗脳されてきましたよね。これが僕はガーシーによって相当暴かれてですね、国民の皆さんも気づいたと思いますから、これをこれからもですね、私とガーシー、もちろん、NHK 党の関係者もですね、我々はこの国の腐った部分をしっかりと取り除こうというために戦っておりますので、 NHK 問題しっかり、まあもちろん NHK もテレビ局の一つですから、そういった形でこれからも頑張っていきたいと思っておりますので、応援よろしくお願いいたします。以上です。 NHK をぶっ壊す。私はドバイの仲間と縁を切るのは反対です。家族や友達がいるから、ガーシーは今戦っていると思います。それではご視聴ありがとうございました。はい、行きます。